とってもいいんだそうです。では左のゾウさんにパオンと挨拶してみましょう。せーの、パオン。リラメッコ大会のお時間です。対戦相手はあちら、ワニの兄弟スマイリーフロサーズ。それではリラメッコスタート。はい、ワニさんの負け。スマイル兄弟さんかつね、今日も連敗記録更新です。実はね、種類がタイトに勝って特に見事で、あとワニの兄弟がね、ヘビの中で無事ですか？もうちょっと激しく動揺していただいて大丈夫ですけど、逆にぶつかりそうなり、一度は激しく動揺って場面ですからね。よろしくお願いします。あ、カバの縄張りへと入ってきてしまったようです。襲わないようにカバのふりをして切り抜けましょう。じゃあみんなで口を大きく開けて、いいですね。カバに張り切って大きなあくびをする。全長学校で習ったんですが、全住民と仲良くするには動物の真似をすることです。ではこっち半分の皆さんはゾウさんの真似お願いします。ではこっち半分の皆さんはハリネズミでお願いします。
り彼から買ったんです。レイ様、このお守り本物だったんだね。すごいパワーだったよ。皆さんもいかがですか。今からね、100個まとめて買うとあのゾウさんついてきます。いやー、さて文明社会に戻ってきました。ジャングルで過ごした3週間いかがでしたか。じゃあ1週間目が楽しかったよって方、はーい、いいですね。じゃあ2週間目が楽しかったよって方、はーい、お、いいですね、いいですね。じゃあ前兆が楽しかったよって方、はーい、ありがとうございます。やりたがりです。ありがとうございます。さあ、これからもね、ジャングルの仲間として自然と仲良くしていってくださいね。船長熊谷からのお願いでした。さあ、これからボートセブンイツーロに入ってきます。安全のため立ち上がったり、ボートから手足お荷物ダッサイヤーでお願いします。またボート船着き場についても下船の準備がございます。下船の準備整うまでは座ったままでお待ちください。せっかく親しくなった皆さんとも苦労を忘れて